日本新潟県新潟市西区四都合屋四都合屋は新潟県新潟市西区の町屋座。郵便番号は950-2201。1889年まであった四都合屋、浜村の区域で角田三北六の日本海側に位置する。江戸時代から現在までの地名。合併前は牧町に属していた地区であるがもともと、 新潟市赤塚地区と生活検証中学区が一体化していたため政令指定都市以降の再西館区にはならずに西区へ編入された。また、四つ号屋地区を牧町から切り離し新潟市に編入する計画もあった。北から東回り順に以下の町寺と隣接する。開発年代は1605年。1618年に存命の記録が残されている。 当初は漁業、塩浜、砂丘地農業が行われていたが、第二次世界大戦後に、新潟市の近郊砂丘農業地として、砂丘地が開発され、大根やスイカなどの素材の他にチューリップを大量に栽培している。海岸部では海水浴場が開発されたが、海岸の侵食により砂浜を消失したため、2013年からは開設されていない。 2018年1月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。注釈出典。ありがとうございます。